皆さんこんばんはマクガイバーの小部屋へようこそはいえー、いつもご視聴いただきましてありがとうございます夜のひとときご視聴いただきまして楽しんでいただけましたら幸いです、えー、本チャンネルは映画と特撮をメインとしまして他のジャンルなどですね商品や関連グッズなどを通して紹介していくチャンネルです 当初より編集なしの一発収録で配信しております。えー、噛みすぎた場合はあの最初からすべて取り直しております。えー、理由はですね、えー、瞬発的な説明力の向上という目的があるためです。そのため、お見苦しい点やお聞き苦しい点などあるかもしれませんが、どうかご容赦ください。えー、配信は毎日行っております。で時間なんですけども、ちょっとうろうろしております。 えー、もう少し遅い時間にやっぱり変えようかなとも思っております、えー、皆さんがそれううこそね、えー、もう寝床に着くぐらいの時間も一つありかなとか思いながらですね、えー、ちょっとあの変動しておりますのでご了承ください、えー、チャンネル登録継続視聴お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いですまた、えー、ご登録いただいた際にはですね、えー、その登録済みという文字の右側にですね ベルマークがあります。マークね。そのマークの通知をすべてにしていただけますと、最新情報、最新更新情報ですね。リアルタイムで取得していただけます。よろしければお願いします。それでは、参、ま、りたいと思います。はい、えー。本日のテーマは映画です。放、えー、画になりますね。うん、はい。えー、まあ、はじめにということですけども、2012年の日本映画ですね。 でジャンルはということなんですけども、ん、悩ましいところで、えー、ドラマなのかコメディなのかサスペンスなのか、うん、というところなんですね。はい。で、えー、ご紹介はこちらなんですけどね、カラスの親指と言います。はい。えー、これはちょっと不思議なタイトルですね、カラスの親指ってね。まあ、このタイトルもね、ぜひ最後まで見ていただければと思いますね。はい。 ではねまずチラシの紹介といきたいと思いますが、えー、B5 サイズですね、えー、カラーの両面釣りということになっていますはいで、えー、出演者がね、まあ、豪華なんですけども、まあ、順に見ていきますとですねまず主演は阿部寛さんですねそして珍しいですよね関西の方というかね、まあ、東京と言っていいのか関西というのが、まあ、有名ですね村上昌司さん そして小柳優さん、能年玲奈さん、石原さとみさんということで、もうね、あのー、なかなかこう、面白いキャスティングですよね、うん。一体何がどう展開するのかなっていうのは本当に面白いところなんですが、えー、ここに書いてますね。今度は正義で騙します、ね、もう何を言いたいのかもちょっと分かんないですけどね。うん。そして、衝撃のラストには衝撃の裏がある。 まあこれはね、まあ、本編を見たら、ああ、まあまあ、確かにそう言えるかもっていう感じかもしれませんね。で、あと、ベンガルさんですね。ユウスケ・サンタ・マリアさんとか、戸次重之さんは、あの、大泉洋さんのね、シムナックスのメンバーですね。そして、名ギタけしさんですね。安植田浩一さんも有名ですね。それから、鶴見慎吾さんね。はい。もう有名な方がいっぱい出られてますね。で、裏目いきますね。はい。でですね。 書いてますねまずここ行きましょうか、えー。そもそもこのカラス、ここで言うカラスとは何かというと、プロの詐欺師のことを言います。わかりますかというわけで、この映画は、えー、詐欺師のお話です。ね。それはまあいいでしょう。で、書いてますね。この映画の秘密を知っても、口外しないでください。そうですね。これは言うわけにいきませんね。うん。で、1つ屋根の下に集まった5人のカラス。 だがこの出会いが導く結末をまだ誰も知らない、ね、そして刑事古代ローマ人そして今度は曰くつきの詐欺師に阿部寛主演最新作この秋どのシーンも見逃せない極上のエンターテインメントが誕生ってい、ねはい、というねはいというね話なんですね、えー、原作者はこれです、ね、道尾修介さんとおっしゃるんですね泣いて笑った本当に感動したね 原作者自身がそうおっしゃってるということですね。うん。で、えー、あらすじちょっと言きますね。はい。あまりね、言い過ぎると本当にこの物語の醍醐味を奪ってしまいそうなので、まあ、このね、もうチラシに書いてあるというぐらいで収めたいと思います。悲しい過去を背負い詐欺師になった竹阿部宏志と。 なりゆきでコンビを組むことになった新米詐欺師、哲、村上昭治。そんな二人のもとに、ある日、ひょんなことから、美人姉妹、石原さとみ、ノーネ、ネナ、と、一人のノッポ、小柳優が転がり込んでくる。三人もまた不幸な老い立ちを持ち、ギリギリのところで生きていたのだった。まあ、生きてきたのだった。そこから他人同士のちょっと奇妙な共同生活が始まった。 しかし、タケが過去に起こしたある事件が彼らを一世一代の大勝負へ導こうとはまだ誰も知らない。社会のどん底で生きてきた5人の一発逆転劇、そしてラスト20分で明かされる驚愕の真実、あなたは見破ることができますか、ねはいえー、それぞれ配役でね、タケからいきましょうか。阿、え、部、ー、寛さんですね。プロの詐欺師、実は人に言えない過去が。 そして、村上昌司さん、鉄、新米詐欺師、竹とコンビを組む。そして、石原さとみさん、八ひ自由でキャラクターの濃い、まの姉。そして、真ひろ、えー、能音玲奈さんですね、実はスリの名人。そして、か太郎、小柳優さんですね、八ひの彼氏、単なるのっぽだと思っていたらっていうね、もうこの文読むだけでもね、 みんなそれぞれ何か持ってるんちゃうのということはね、見えてくるわけですけどもね。はい。でですね、ここのまた解説がね、結構ね、面白くて、ちょっと読みましょうかね。えー、映画化不可能と言われてきた直木賞作家、道尾修介の本格ミステリーが待望の映画化。主人公の竹を演じるのは安部キ麒麟の翼のシリアスな刑事役から、テルマエ・ロマエのコミカルな古代ローマ人まで、 今や日本のナンバーワンの人気実力を兼ね備えた彼も詐欺師役は初挑戦。対する竹の名相棒、鉄には本格的映画初出演の日本ナンバーワン、そうですね、滑り芸人ですよ。えー、すごいですね、えー、村上昌司が大抜擢でまさかのコンビ結成。そんな強烈な二人を支えるフレッシュな若手陣も負けずに多彩 若手実力派女優として今や各方面から引っ張りだこの石原さとみ。カルピス CM の新キャラクターに起用され、来年の NHK ドラマ、あまちゃんのヒロインにも選ばれた大型新人の能年レナ。なのでね、あまちゃんの前に出てる作品ですからね。そして本作のために10キロの増量を完行し、その役者魂を見せた小柳優。 爽快なまでに騙される完璧なラストへ突き進む本作はあらゆる伏線がちりばめられどのシーンも見逃せないこの秋スリリングな展開にユーモアと人情味がたっぷり盛り込まれた極上のエンターテインメントが誕生するす、ねはい、というねはいうんというね作品なんですよまああのご覧になってらっしゃらない方はですね是非ね見ていただきたいですね あのー、私は、これは DVD で見たんですけども、うん、騙されましたね。はい。えー、すっかり騙されました。あのーこう、こういうことでしょと思って見てたんですけどもね、ああ、そうきますかというね、とこですかね。まあ、ほに皆さんね、芸達者です。ベ部涼さんも言うまでもないんですけどね、みんな芸達者で、この、ね、日本一の、えー、滑り、滑り、えー 芸人と、このチラシで評されてますけども、村上昌枝さんがね、いいですよ。はい。とだけ、ええー、とこうかなと思います。はい。えー、本当にね、あの、まあ、そうですね。見て嫌な気分には決してならないと思いますね。ええー、楽しんでいただければと思います。はい。えー、本日はですね、2012年の日本映画カラスの親指という作品を 紹紹介介びチラシのご紹介でしたはい、えー、本日もご視聴ありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、いいねボタン。また、チャンネル登録、継続視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。